執事、それは使えるもの。執事、それは貸し付くもの。執事、それは主の生活すべてをサポートするフォーマルな守護者。そう、これは一人の少女のため命を懸けて戦う少年の超コンバットバトルストーリーなのである。皆さん、今日も早手のごとくをご覧いただきありがとうございます。さあ、一緒に主題歌を歌いましょう。大地にかけた僕らの行く突き抜ける早手の五国、運命に負けてしゃがみ込むなんてつまんないよ。それじゃ過去はあるよ。嘘か西澤さん、今頃何してるだろう。アクション。ファミリーな客が一組。客は5、6人。カップルが2組。老人が1人。お客が誰もいない。いらっしゃいませ。クリームあんみつ、卵雑煮、ところてん、くず餅、安倍川餅、磯辺焼き、田舎ぜんざい、クリームソーダ、全部お願いします。が、はい。はやてくん、今頃何してるんだろう。そういえばあの時、西澤さん何しに来たんだろう。この女を舐め回す。はやてくん、いいなぁ。どっキャビック。あれ、西澤さん。よかったよ、やっぱはやてくんだ。しかも、お嬢様とあんなことになっちゃって。
お嬢様と西澤さん。お届け物です。ありがとうございます。それにしても西澤さんには悪いことしたな。でも今は女の子と付き合う資格なんてないし。え？そのごめん。え？実は僕、異次元にしか興味ないんだ。もう少しいい断り方が。はやてくんのバカ！でもああいう時どうしたらいいのかなんてわからないし。でもなんであの時お嬢様が。はやてか。はい。お嬢様、お届け物が。あっ、ああ、ありがとう。とりあえず封を開けてくれ。お嬢様、お嬢様も一応女の子なんですから、そういう本の読み方はやめてください。お、お。妹のことが心配な兄の気分はこんな感じなんだろうな。これじゃあ当分恋人なんて、お嬢様だけで手一杯だよ。ところでこれ何ですか？白鸚学院からの書類みたいですけど。ああ、編入手続きの書類だろ、お前の。ああ、僕の。って何ですか僕のって。だからお前が白鸚に編入するための書類だよ。いやいや聞いてませんよ、そんなの初耳だ。私も初口だ。でも僕前の学校退学になってますよ。とっくに知ってるよ。え、そっちの学校の書類も取り寄せたから。あ、ほらこんなところにあった。でも学費はどうするんですか？僕そんな経済力全然ないし。何を言っているのだ、そんなの私が出すに決まってるだろ。でももうなんだよ、私と一緒に学校行きたくないのか。それにこれは私からの礼みたいなものだから気にするな。僕がもう一度学校に。ありがとう、お嬢様。何を泣いているのだ。だって何泣かせてるんですか？いやいや、私は何も泣かせてないぞ。ハヤテが勝手に。この書類だと一応編入試験を受けなくてはならないみたいですね。ま、三千院家の執事と名乗るのであれば白鸚の編入試験くらい受かってもらわないと困りますが。まあ、クラウスさん生きていたのか。人を勝手に抹殺しないでください。で、まあ受からなければ執事もクビってことで。おい、今さら。いいですよ。ここまでしてもらって受からなければ執事として男として申し訳が立ちません。ですから皆さんにご覧いただきます、僕の本気を。ちなみに白鸚学院の偏差値は65以上だ。大丈夫ですよ、大丈夫。ちなみに編入試験は明日だぞ。絵の突っ張りはいらんのです、お嬢様。でも本当に大丈夫かしら、ハヤテ君。前の学校の成績から考えて正直ギリギリですわね。ハヤテは？勉強してますよ。そうか。どうぞ。調子はどうですか？
まあぼちぼちです。あまり神経質にならないでくださいね。はい。マリアさんの言う通り、この辺で。うわあ！執事長、起きてください。起きてください。ここは僕のベッドです。グッドモーニング。まだ朝じゃありません。出て行ってください。綾崎ハヤテ君。君は私のことを誤解している。私だって君に白鸚学院に入ってもらいたい、明日の編入試験に受かってもらいたいと思っているんだ。本当ですか？この目が嘘をつく目に見えるかね。怖いです。すまん。僕のことを思ってくれているのなら出て行って僕を寝かせてください。君のことを思っているから私の受験体験談を聞かせに来たんじゃないか。結構です。結構じゃない。そんな無茶苦茶です。あれは私が有名私立の幼稚園にお受験した時。あー語っちゃったよ。どうしてもできない問題があった。テストの制限時間が刻々と迫る。それでも幼き私はできなかった。そしてタイムリミット寸前。クラウス君合格。何事も諦めてはいけないってことを言いたいんですか？あ、執事長。クラウスさーん、帰れ。照れてます。久々の出番で。デラックスアニメーション玉のオタク。サインコサインタンジェント、この辺が出るんじゃないの？その声はタマ。どっから入った？お前に白鸚学院の受験問題の傾向と対策を教えてやろうと思ってよ。お前に教わりたくない。出てけ。これでよし。はやて、はやて。まだ朝じゃないからゆっくり寝てていいぞ。うわおだけです。路面電車？キャンパスが広いからな。まあ一応やれるだけのことはやったんですが、一体どんな試験があるんでしょうね。普通に英語とかじゃないのか？その参考書では絶対受からないと思うがな。白鸚学院の編入試験がそんな普通のものとお思いかしら、ナギちゃん。よく来たわね、元不審者。そしてナギちゃん、私が今日の試験官、美しき世界史教師桂ユキジよ。美しき？そこを疑問形にするな！普
通じゃないって先生。私は普通の試験を受けてここに入学したのですが。過去を振り返っていては未来に得るものは何もないわよ、ナギちゃん。そんな前ばかり見ているのもどうかと。とにかく編入試験を始めるのでついていきなさい。課題はズバリレドモンド式面接試験よ。レドモンド式面接試験とは、近年企業採用で急速に用いられるようになった真の知性を試す論理問題のことである。マンホールの蓋はなぜ丸いのかなどの難問疑問を論理的に回答し、暗記に頼らない本当の頭の良さを根本から問う試験なのだ。なるほど、さすが天下の白鸚学院、編入試験も一味違いますね。ところで、なんでマンホールの蓋は丸いんでしょうかね。四角だと少しずれただけで落下しちゃうからだろ。四角形の対角線は四辺より長いからな。円形はずれても同じだから。おお、賢いですねお嬢様。当然だ、伊達や水郷で白鸚に通ってるわけではない。よし、それでは試験を開始する。場所はこの教室の中よ。テストは中に入った瞬間から全ての発言行動が採点の対象になるわ。心して挑みなさい。では第一問はこれだ。うちのハヤテをバカにしているのか、それとも教師なら何をやっても許されるのか。ナギちゃんってばツッコミきついわ。しかし、ここは天下の白鸚学院、そしてこれは真の知性を試すレドモンド式面接試験。あなたが連想した通り答えたいならそうすれば。でもそれは果たして正解かしら。そうだ、確かに普通に考えればこれは道具を使ってバナナを取る猿の知能テスト。しかしレドモンド式面接試験は大抵最初に連想したものが不正解ならば。わかりましたよ。あ、この問題のポイントはズバリバナナの吊ってある高さです。実はバナナは手を伸ばせば届く高さにある。だから周りの道具は全てまやかし。正解はズバリ道具を使わずに手で取るです。これが正解。上手に餌が取れず空腹に耐える猿たち、唯一の餌。そうきたか。なるほどね。ってことはなんだかんだで今回は久々に血まみれか。だけどね、これに勝たなきゃ僕だって学校に行くことができないんだ。はあ、うわー、行くぞ。逃げずに戦うことを選ぶと。てかこれ動物虐待ですよ。しかし頑張るわね、あなたも執事君。まあこの試験にかけてますからね。そっか。じゃあ冗談はこれくらいにして試験始めよっか。冗談なんですかこれ。そりゃこんな試験で知性が試せるなら苦労ないわよ。だったら何のためにこんなことさせたんですか。なんていうか、この前のお礼に緊張をほぐしてあげようかと。いらないですよこんなお礼。かくして肉体的にも精神的にもかなり悪い状態で颯は試験に臨み。落ち着け、とにかく落ち着け。
まあなんとか全部埋めましたけど、ここまでしてもらって試験受かってなかったらどうしましょう。お嬢様何を今さら弱気なことを。受かっているさ、私の見込んだお前だ。だから一緒に学校に行こう。そうですね、お嬢様。理事長、この通知を三千院家に届けるんですか。ですが理事長、心なしか文字が一文字多い気がするんですが。いや、合格ラインまであと1点だったのですが、惜しかったですね。はあ、もっと落ち着いて回答していれば受かっていたかもしれないのに、本当に惜しかったですね。というわけでよろしくお願いしますね、桂先生。一方、そうとは知らない三千院家では。とりあえず気が早いが、合格祝いでもしようか。本当ですか、嬉しいな。すでにお祝いモードに突入していた。もし僕の夢が君の心傷つけてたら、その思いはいつか僕がもらうよ。大切なものに震えながら駆けずに投稿できますね。まあそんなのも、連日徹夜のネトゲ生活ともこれでおさらばですね。それはまずいな。よし、これからは早くも私と一緒に学校をサボるのだ。バイバイ。ちょっといたずらしただけなの、軽いジョークのつもりだったの。まさかたった1点足りないだけで不合格になるなんて。それで一緒に謝りに行ってほしいと。ははあ、その通りでございます。本日は盛大にパーティーを開かせていただきます。これもあの少年が白王に合格したおかげ。次回はやてのごとく。ちょっとちょっと、パーティー行かなあかんねん、はよして。本当これは思ってた以上に言い出しづらい状況だわ。絶対運命目視録。